オッケー。ニャー。ふたりパパ。シーナ。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日はスウェーデンの春の風物詩、長く暗い冬を生き延びたスウェーデンに暮らす人にとって重要なマイブロッサをご紹介。地元のお祭りではくじ引きでミラクルを起こし、地元の大きなお兄ちゃんに混じって遊ぶドロンコの息子くん。またなんだか大人の階段登ったみたい。ごちそうディナーにふたりパパ家ののんびり週末も垣間見えますよ。最後までお見逃しなく。それでは行きましょう、ふたりパパのスウェーデンのどんど焼き、春を告げるマイブロッサ。北スウェーデンの春、まだまだ雪が残ってはいますが、お日様の暖かさや芝生の芽が顔を覗かせ始めたのを感じ、気持ちも自然とウキウキしてきます。この日は4月30日土曜日、バルボリメッサアフトン、またはマイブラッサと呼ばれるスウェーデンでは春の訪れを祝う祝日。そのイベントは夕方に行われるので、その由来や意味は後ほどご紹介しますが、その前に息子くんとミツパッパ、楽しいことしてるみたいですよ。サルデン作った。オッケー。サンの太陽ある。サンの太陽ある。3つあるってこと。ミスとミスのモーネンもある。オッケー。太陽、3つの太陽と3つの月ですか。ここは太陽、そこ入れるの。ここはモーネン。オッケー。あなた、僕が足すだけ。何を。海の。あ、まあ、今から書くのね。オッケー。3つの太陽と3つの月。その間、リカパッパは何をしているかというと、あれ、リカパパ上にいるかな。明日だった。昨年この家に引っ越してからというもの、片付かないものがあるととりあえずここへ入れちゃおうと物があふれるガレージ。また日を改めて片付けをして車を止められるようにしなくっちゃ。そしてこの日のランチはこの前作って冷凍しておいた肉まん。夕方のイベントのために夕食を早めに食べる予定なので、ちょっと今日は軽く定食程度に済ませます。うん、肉まんできた。熱っ。本当バルボリの時いつも天気悪い。別に4月が天気悪いわけないけど、いつも天気いい。すごいな。そして息子くんはパンにヌテラをつけたものを食べていたのですが、おい、大丈夫？おい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 、痛かったね今のは。おい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 、ちゃんとお座りして食べなじゃん。とまったりのお昼を過ごす二人パパ家なのでした。二人パパ。夕方から始まるマイブロッサの集まりは、ファルモルとファルファルのお家の町内で行われるものに参加する予定なので、その前にちょっと腹ごしらえ。ファルモルの家に着くと、すでに準備されていた炭火はちょうどいい感じ。ミツパパは家から持参した朝からマリネしておいた鶏むね肉があったので、ハルミチーズやソーセージなどと一緒にグリルしていきます。これは特別マイブロッサの時に食べられるものというわけではありませんが、春になると北の人たちは待ってましたとばかりにこうやって外でグリルすることが多いです。そしてファルモルが作っておいてくれたポテトグラタンも焼けたみたい。みんなで食卓を囲みます。すると息子くんがオードブルを配ってくれているみたいですよ。なにこれ。あの、欲しい。欲しい、ありがとう。ねえねえ、まだ捨てない。あなた2つ取ってみる。あとだよね。いただきます。そしてこちらが今日のメイン。これこう。カレー風味の鶏のグリル、ポテトグラタンとも相性よく、みんなにも好評でした。そして食事を終えると、みんなで近くの広場までお散歩します。僕のベストエンドだ。今も今も
Oh, they come in beer hat. Ah, 昔ね。They come in beer hat. そしてやってきたのは地域のスポーツクラブ。サッカーフィールドや冬はアイスリンクになるところ。こんな感じで氷が張られるんですよ。そしてどんどん進んでいくと、ありました、今日の主役マイブロッサのための大きな焚き木。これに後ほど火をつけるんです。冒頭でもお話しした通り、この日はスウェーデンの祝日、バルボリースメソワフトン、直訳するとバルボリーの夜、また5月のかがり火という意味のマイブラッサとも呼ばれるこの行事は、春の訪れをお祝いするお祭り。ドイツなどでも祝われるようですが、このかがり火はスウェーデン特有のもので、18世紀頃から始まり、19世紀になると学生たちの春の祭りで春の歌をこの日の周りで歌うという風習ができ、今でもこの日の夜は学生たちが朝まで飲んで楽しい時間を過ごすというのが伝統になっているようです。でもここは住宅街の集まりなので酔っ払いは皆無。その代わり地元の子供たちがくじ引きなどの出し物をしてくれています。火をつけるまでの時間がまだあるので、息子くんが3つ分引いてくれるみたいですよ。Och vilken mer? Den där, ja. Den är nog tur på den, ja. Ja, då har vi. Så, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, den får farmor ta ett nu då. Så, その結果はいかに？ということで、息子くんが引いたくじ、1等、2等、3等のどれかが当たるみたい。さあ、みんなで開けてみましょう。Vad fick farfar för något? Ska vi gå och se om det är någon vinst då? Då måste man se om det är vinst. Bra, 開けたら? 65 fick jag. 65, farmor. Det är sen nummer. Och 93 fick... Var som det där andra? Farfar har den där borta. Jag går och hämtar farfars låt. まずは一つ目。息子くんは3頭、グーディスが当たったみたい。おい、då får vi ta en från varje låda här。大きい方から取っていいって。でも残りの2つのくじはなんと1等と2等、それぞれの中から好きなものを選べるみたい。すごい、一番いいの取ったじゃん。ブレンダーもらった。おいおい、すごいね。でもちっちゃくて使いやすいかもね、それ。あ、それいいんじゃない？パーローでしょ。3つ目は息子くんが選んだ大好きなレインボーが作れるアイロンビーズ。あー、レインボーズ見せて、それ。あー、いいね。そう、ドゥーカスムージー。ドゥーハイデラハンソナイコムリホーム。早く来てよかったね。ということで、なかなかのくじ運を持っていた息子くんなのでした。そしてそろそろ火をつける時間がやってきたみたいです。春の歌の歌詞カードも配られました。あそこのおじさん2人がガソリンをまいて火をつけたみたいですよ。おいおい、おいおい、あっという間に火が燃え上がります。怖い、あのおじさん、あのかけ方、自分にかかりそうだけど大丈夫かな。おい、ほらほらほら、すごい勢いだね。どう、あの火すごく怖い。
すごく怖い。ああ、それは少しだけ怖い。そうね、ちょっと怖いね。おいおいおい、何急に怖いの、うん、大丈夫、離れてるから。こうやって大きな火を眺めていると、小さい時に近くの神社で行われていたお正月飾りなどを燃やすどんど焼きを思い出します。目的や由来、その行う時期は違いますが、イギリスにはガイフォークスナイトと呼ばれる大きな火を焚くお祭りがあったり、世界中にはこういった焚き火の習慣やお祭りがよくあるみたい。火を眺めるのってなんか心が落ち着く気がするんですが、だから世界中で似たようなお祭りがあるのかななんて思いました。皆さんがお住まいの地域にも大きな火を焚くお祭りがあったら、コメント欄で教えてくださいね。そしてその間、息子くんはここに来ていた子供たちと泥丸けになってはしゃいでいます。はい、へい。ウィリンティアやるこのプレイ。Ska vi föra till Majbrossan då? Oj, oj, oj. Mata ここ登るの? Oj!そんなことをしている間に火はどんどん燃えていきます。天気が悪く肌寒かったこの日、火の近くで温まったりしてほっこりして、そろそろ帰る時間ですが、あ、動画が終わる前に高評価ボタンやチャンネル登録まだの方、ポチッとしておいてくださいね。そうそう、さっき息子くんが他の子と遊んでいる時、リカパッパがあることに気づいたみたい。え、何？すごい楽しかったでしょ。あ、さっきあそこで大きい男の子たちと遊んでた時、うん、でも難しい、登るのが難しかったから、うん、彼が「で、すげえクラスウォール」って言った<Okay. S 2> それは多分あの大きい男の子に聞いた言葉、初めて聞いたそれ。ちょっとあのラフな言葉遣いとか、ね、ちょっとラフな言葉。カステルに行こうか。Okay. さあ帰るよ。ヘイドー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 。えでは、もしかしてヘイドーかな。ねえ、見てあんな。ヘイドー、ローバー。ヘイドー。ヘイドー。ヘイドー。I love you. Sorry, Papa.